今日は北海道科学大学のオープンキャンパスにお越しいただきありがとうございます。私は入試広報センター長を務めております都市環境学科の石田です。これからお話しする内容は我々北海道科学大学の宣伝ではありません。皆さんの未来の話をします。こちらに数字の羅列があります。これは皆さんのこれからの人生を平均的な数字で表しているものです。この数字を読み解いていきます。皆さんが生まれた赤ちゃんの平均体重は3キロです。18歳高校生男子の身長は171センチ、63キロ。全国で108万人います。この171センチ63キロは睡眠時間が6時間、インターネットの普及率は 82%、 スマートフォンを持っているのは約 88% です。この171センチ63キロは進学率 56.8%、 全国で775校ある大学のいずれかに入ります。そして1460日の大学生活を送ります。その後どうなるか。96.7% の就職率の中、平均年収が230万円というところで会社に勤めることになります。しかし会社に勤めてから3年間で離職する確率が 32% あります。高年齢者雇用安定法が改正され、定年は65歳まで延びました。その後171センチ63キロは83歳で生涯を終えます。これはあくまで平均的な話です。計算してみてください。約人生の半分は社会で働いているということです。ここで私がお話ししたいのは1460日ということです。ただぼーっと与えられた課題を消化していくだけで時間はあっという間に過ぎます。夢中になる、何かを見つけてそれに取り組む、それもあっという間に1460日は過ぎます。この両者の差がこの後の人生に大きな差が開いていくということです。つまり言いたいことは、時間は長さではないということです。密度だということです。ここに朝日新聞2016年の記事があります。いい大学を出れば幸せになれると思っている小学生が実に 78%、 高校生も同様です。 63% がいい大学を出れば幸せだと思っています。ここで考えてください。いい大学とは高い就職率がある大学ですか、偏差値が高い大学ですか。
キャンパスが大きい大学ですか、自分の家に近い大学ですか、学食が美味しい大学ですか。すべて要素です。答えではありません。もう一つ、幸せ、これも考えてみてください。家族、温かい家族と暮らす時間がたくさんあることが幸せなのか、いい会社に勤めることが幸せなのか、給料は安くても自分の趣味に費やせる時間があることが幸せなのか、美味しい食べ物を食べることが幸せなのか、年に1回海外旅行に行けることが幸せなのか。これも答えではありません。要素です。この答えはここにいる会場600人がいれば600通りの答えがあるということです。でも幸せの答えをまだ見つけてないっていう人もいると思います。大丈夫です。1460日の大学生活の中でいろんな人と出会い、いろんな研究に触れ、いろんな学びを触れ、いろんな本を読み、いろんなものを見て、いろんなものを聞いて、悩んで迷ってください。そしてしっかり自分と向き合えれば正しい答えが必ず見つかります。ここから少し未来の話をします。ここにオックスフォード大学の先生の論文があります。なんて書いてあるかというと、アメリカの仕事のうち 47% が10年から20年後には機械にとって代わられるという論文です。これは単純に仕事が1つ2つなくなるという話ではありません。 47% の仕事がこの社会から消えるということです。今まで人間がしてきた仕事、それがお腹も減らない、寝なくてもいい、給料も支払わなくてもいい、ロボットやコンピューター、機械がそれを代わりにやってくれる時代です。皆さんはその時代に飛び込まなければいけません。 Google の創業者ラリー・ペイジが言っています。近い将来 90% の人は今とは違う仕事をしている。デューク大学の先生が言っています。今年小学校に入る全世界の子どもたちの 65% が今まだ存在していない仕事に就くであろう。ビル・ゲイツも言っています。創造性を必要としない仕事は全てテクノロジーがやってくれますよ。よく見てください。決して暗い話ではないんです。人間にしかできない能力、力というものがあります。発想力、創造力、クリエイティビティと言われている力、目的に導くことのできる力、マネージメント、そして人を動かす力、リーダーシップ、相手のことを思いやり自分でそのことを解決していく力、ホスピタリティ、この4つの力は決してコンピューターやロボットではできない、我々人間だけが兼ね備えている能力です。これに専門性をプラスする。そうするとどうなるか、これからの未来に挑む準備ができます。それを言葉で表したのが我々の大学のスローガン、プラスプロフェッショナルです。これは北海道科学大学はこの地に存在する価値を表しています。ソフトバンクの創設者の孫さんが言ってます。何の夢も持たず、自分の人生にビジョンも持たない、ただ生きていくだけに給料をもらっていく、でも現状それしか仕方がない、そんなことを思ったら人生あっという間に終わりますよ。アメリカのジャーナリストが大学の卒業生の進路をずっと追跡調査をした結果をこのように言っています。今皆さんが夢を追いかければ経済的に成功する確率は 39%。 ダメだ、諦める、無理だ、夢を後回しにするとその確率は 0.08% です。ここで私が言いたいことは、諦めないで前に進むということです。自分の未来を誰かに頼るつもりもない、そう考えている人、人生の武器は生きてきた時間、
戦うのは未来だと覚悟を決めた人、無理というのは挑戦したことがない人が言うセリフだっていうことが知ってる人、負けた経験は必ず財産になるっていうことを信じてる人、逃げ道も言い訳もこれから皆さんの前にはたくさん出てきます。でもそれを使わない人、ここで学んだ4年間で得るものはひるまない志と諦めない覚悟です。その思いが未来を作ると信じてる人、もちろん現実は厳しいです。社会もそんなに甘くはないです。だから面白いんだ私たちの未来は、そう思える人、我々北海道科学大学はこういう人を全身全霊でサポートします。もちろん我々もこれからの未来に挑む準備はできています。